ではレッスンをしながら解説していきたいと思います。私はですね、安倍元首相の演奏がすごく素敵な理由の一つがアゴーギグにあると思っています。アゴーギグと言いますのは速度法のことでして、フレーズの始まりをゆっくりから入って普通のインテンポに戻すっていうやり方ですね。ちょっと弾きながら解説していきますね。最初は前奏はですね、2回同じのを繰り返すので1回目と2回目は少し違う雰囲気を出します。1回目に対して2回目は少し弱くします。遅くからの入りです。この辺で戻していきます。こういうフラットですね。こういう音は大事にしてください。以上、ワンポイントレッスンでした。